寺尾昭治は、日本の裁判官、弁護士。愛媛県落郡並方町生まれ、中央大学法学部卒業。1936年11月、司法科試験合格。1937年6月、司法監視法。1938年12月、札幌地方裁判所予備判事に就任。唐太地方裁判所、大阪簡易裁判所。 大阪地方裁判所判事を経て、1952年2月に東京地方裁判所へ転任し、1961年まで最高裁判所調査官を兼任。この間、1957年には八積事件における死刑判決を破棄し、審理を広島高等裁判所へ差し戻す。その後、徳島地方裁判所、徳島家庭裁判所所長を経て、 1970年8月に東京高等裁判所へ転任。1974年、鞘山事件の被告人、石川和夫に無期懲役判決を言い渡す。前任者の稲見七郎が検察よりの判断をする判事とみなされていた一方、その後任者の寺尾は弁護側よりの判断をする判事と目されており、石川に無罪判決を出すのではないかと期待する向きもあっただけに、 この判決は、石川の支援者たちから怒りを買い、1976年、石川の冤罪を主張する社制度解放派から襲撃を受ける。1978年に定年を迎えて退官し、弁護士に転じる。弁護士としては、三越事件を担当。自白の信用性について、関心を持ち続けていたと言われる。日弁連会長の柏木博は、寺尾君は同期生で、 個人的にもよく知っているが、自由主義者で、公正な判断が下せる男と評している。ありがとうございます。